ハートランドは地政学の用語。ハルフォード・マッキンダーがデモクラシーの理想と現実の中でユーラシア大陸の中核地域を中軸地帯と呼んだことに始まり、後にハートランドと改められた。出展、ザ・ジオグラフィカル・ピボット・オブ・ヒストリー、ジオグラフィカル・ジャーナル23、ナンバー4中軸地帯、内側の三日月地帯と外側の三日月地帯。 マッキンダーは20世紀初頭の世界情勢を捉え、これからはランドパワーの時代と唱えた。とりわけ、それまでの歴史が海軍大国優位の歴史であったのに対し、鉄道の整備などにより、大陸国家の移動や物資の輸送などが容易となったことで、ハートランドを支配する勢力による脅威が増しているとし、海洋国家同士の連携を主張した。 マッキンダーは1900年代初頭の世界地図をユーラシア内陸部をに分け、東、ヨーロッパを支配する者がハートランドを支配し、ハートランドを支配する者が世界島を支配し、世界島を支配する者が世界を支配すると、時反響を呼んだ。また、マッキンダーはユーラシアに存在する大国軍をシーパワー、ランドパワーに分けて、それぞれが対立する関係にあると論じ、 大陸国家がヨーロッパを中心として熾烈な戦争を、始め、戦線を拡大していくに違いないと予見した。しかしマッキンダーは、当時次第に注目されつつあった、空軍力の影響力を重視せず、第一次世界大戦以降、航空機戦力を中心とした戦争が中心となるに、つれ、次第にマッキンダーのハートランド論は、時代遅れと批判されることとなった。 しかしこうした国際政治の構造や利益学に鋭い視点を展開したマッキンダーのハートランド論は時代環境の変化に照らしてさらに地政学の世界で応用的に用いられニコラス・スパイクマンによって主張されたリムランド論やコリン・グレーなどによってハートランドのモデル化など後の地政学や軍事戦略に大いに影響を与えたとされる。ありがとうございます。